ついに再販された激レアキットマスターグレード G ファイター。今回はそれにマスターグレードガンダムバージョン 2.0 を追加して幻のガンダムスカイを再現。今宵はこのガンプラをレッツイントロデュース。G ファイター着艦よろしい。どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するのはこちらのキット。先日再販されたマスターグレード G ファイター。このキットはマスターグレードガンダムバージョン 2.0 と組み合わせることで様々な形態が再現できる。これが地球連邦軍 V 作戦 G メカ計画だ。まあこちらはね、ファーストガンダムに出てきた支援メカなわけなんですけど、パッケージに激アツの宣伝文句が書かれております。特徴的なのがマスターグレードガンダムと組み合わせることで G スカイや G アーマー、ガンダムスカイ、G ブルーなどなどの形態が再現できるということです。まあよくぞ再販してくれましたと感動しますけども、見てくださいこのパッケージアート、めちゃめちゃかっこいい。後ろにはガンダムやガンキャノンが格納されているのがわかりますね。つまりこの内部はおそらくホワイトベース内部。ではこの激アツキットを開封していきましょうか。オープン。前回の動画でも紹介しましたけど、このざっくりとしたね、大きめのパーツ、これが魅力。ランナー数はこんな感じですね。かなり多めです。早速袋を開けて中身を取り出していきましょう。ガンダムのシールドが入ってますね。ランナーを机の上に並べてみました。全体の分量としてはなかなか多いです。どうですか。いかにも航空機らしいパーツですが、表面のディテールはそれほどでもない、意外とシンプルなテクスチャーです。ただし昔のマスターグレードを侮ってもらっては困る。内部フレームが秀逸なんです。見てください、この内部のパーツ細かいでしょ。網目状のパーツが本当に細かいんですよ。バンダイさんやっぱ半端ないですね。可動部の随所にはポリキャップが使われているようです。そして非常に嬉しいドライデカールが付属。デカールの跡が残りにくいですからね。普通のマーキングシールも付属してますね。そして嬉しいことにマスターグレードガンダム用のハイパーハンマーも付属してるんですね。そしてチェーン部分はもうすでにつながっている。以前の動画でも解説しましたが、説明書は分厚い。そして合体のバリエーションも半端ない。いろんな形態が再現できます。実は機動戦士ガンダムは合体ロボアニメだったんですね。というわけでパーツ紹介でした。それでは早速作っていく。まずはパーツを切り出していきます。使うのは先細薄刃ニッパー。多分古めのキットなんでそこそこ硬いと思うんですよね。あ、そうでもなかった。意外と切りやすい。パーツの全カット完了しました。ランナーごとにボックスに収納してタグをつけておきます。結構多いですよね。3箱分ぐらいになりました。続いてはこちら、シャキン先細薄刃ニッパーでゲートを二度切りしましょう。刃先をパーツに添えてカット。ブルーの成形色はゲート跡が残りやすいんで慎重に切っていく。パーツの二度切りも終わりましたんで今から組み立てていきます。キャタピラのパーツを作っていきますが、こちらは1枚のパーツですね。なのでこう回転したり走らせたりすることはできないです。でこの端の部分はこんな感じの分割されたパーツを1枚ずつ取り付けていくと、ちょっとキャタピラがたわんでるような、そんな表現がすでになされてます。こちらコクピットですね。ちゃんとキャノピーがこのように開閉して、中にはセーラさんが乗ってます。よーく見るとね、やっぱり女性の体型なんですよ。そして機首部分のパーツ、このように細かくモールドが入っていますが、これをね大胆にも全部隠してしまうという。さすがね、見えないとこにも神が宿ってるんでしょう。このようにほぼフレームが見えなくなっちゃうというね。そしてキャタピラをフレームにつけるとこんな感じになります。リアルでしょこの内部がね。いろんな合体をしますから可動部位が多いんですよね。こことかこの辺とか、すごいパーツ発見しました。こちらも先端に近い部分のパーツなんですが、なんとこれ内張りなんですよね。これをここにこうはめるというね。これも絶対見えなくなると思うんですけど、ここまで作り込んでる、これは素晴らしい。そしてこちらが後ろの部分 B パーツですね。こちらも内部フレームがこのように出来上がってます。でこの中にガンダムの足がこう入るわけですね。そしてこのパーツもこんなにしっかりフレームを組んでいますが、全部このように、そして2枚目、さらに3枚目とこんな感じで全部隠れちゃうわけなんですね。もったいない。はい、というわけで G ファイター完成しました。付属品も結構ありますね。はい、こちらがハイパーハンマーですね。ガンダムを持っている方はこれを装備させることもできると。
そして多分マスターグレードのガンダムに入っているのと同じシールド、こちらが付属してます。台座もめちゃくちゃ頑丈なんですよ。特殊な台座が付属してます。そしてこちらが A パーツ、機種部分ですね。ちゃんとこのコクピットハッチが開いて奥にこう引っ込むんですよね。少しこの辺のギミックは非常に楽しい。そして A パーツには2本のメガ粒子砲が装備されてます。高火力。そしてこの機種部分、実はこう折れ曲がるんですよね。ここから小型ミサイルが発射できるという、そういう設定になってます。ちなみに機種を下げなくてもこの部分から発射することもできます。そしてこちら B パーツ、これもかなり大きい武装ですね。ちゃんとこうハッチが開閉する構造になってて、中のディテールも完璧です。そして B パーツ専用の内部フレームもあるんですけど、これを使うことでコアハイターのみで B パーツがこう飛ぶようになると。このね、内部ディテールもものすごく細かいんですよね。これはロマンあるな、全く見えなくなるのに。あと G パーツの後ろの部分、実はここがパカッと開く仕様になってて、ここは多分チャフとかフレアとかそういったものを出すんでしょうね。じゃあ早速合体させて G ファイター作っていきましょう。結構組み立て難しいんですよね。まずはこの部分を開いて、この突起部分をこのように差し込みます。そしてグイッと曲げると、これでキャタピラが収納されるわけですね。このパーツで蓋をします。そしてハッチを閉じる。そして機種部分を短くして、あとはディスプレイのためにここを外して、この部分ちゃんと開閉するんですね。これを開けて先ほどの補助パーツをはめます。これで G ファイターの完成です。クラフタチャンネル。地球連邦軍支援用重戦闘機 G ファイターの完成です。コックピット周りをアップで見るとこのようになってます。こういうのワクワクしますよね。4連のバーニア部分もしっかりとした造形で作り込まれてます。改めてそういえばこういう機体あったなと思い出させてくれるキットです。そして次にマスターグレードガンダムバージョン 2.0 を作っていきます。こちらは一番くじで当てたやつですね。ちょっとノーマルタイプではなくソリッドクリアなんで、一部クリアパーツが使われてますね。しかしこれも箱がでかいな。開けていきましょうか。オープン。なかなか多いですね。こちらも説明書は結構分厚め、解説もしっかり載ってます。マスターグレードのガンダムはいろんなバージョンがありますからね。今回のこちらは古き良きガンダムらしさを漂わせた、そんなシルエットになってます。あれ、この鎖はこっちにもハイパーハンマー入ってるんですかね。そしてこちらにもドライデカールが付属してます。はい、そしてマスターグレードガンダムの方も出来上がりました。こちらがコアファイターですね。ちゃんとコックピットが再現されてます。アムロ君が乗ってます。このキットは一番くじで当たった景品なんで、クリアパーツが一部使われてます。ご覧ください、この頭部、素晴らしい出来上がりです。首の太さといいね、この何も引かない、何も足さないみたいな、これぞガンダムです。早速ガンダムの方を作っていきます。まずはコアファイターから。まずはウイングを閉じて、このコックピット部分がめちゃくちゃ秀逸なんですよ。これを短くします。すると分かりますか、コックピットがこの向きになるんですね。この向きで前を向くような形状になります。素晴らしい。そして機首を折りたたむと、この垂直尾翼が自動で格納されるという素晴らしいギミック。内部フレームもしっかり作られてますね。足をはめていきましょう。下半身の完成です。このぼってりとしたフォルム、素晴らしい。こちら腕ですけど、指がちゃんと曲がるんですね。ぽっちゃりしてて非常にいい。これを上半身に取り付けます。来ましたよ、コアファイターのドッキングです。ここに差し込んで、そして上半身をかぶせます。ガシャコーン。ちなみにこのコックピットハッチは開閉します。最後に頭部を取り付けて、ジャキン。あえ、こんなに見事にバラバラになるかな、びっくりしたよ。どこも壊れてなくて一安心。最後に頭部を取り付けて、ジャキン。これでマスターグレードガンダムバージョン 2.0 の完成です。マスターグレードガンダムバージョン 2.0 ソリッドクリアの完成です。この頭部のデザイン、本当に何とも言えない良さがありますよね。G
ちびっこの皆さんどうですか？ガンダムって最初はこんなデザインだったんですよ。これを使うことで G ファイターをいろんな形態にすることができちゃいます。早速 G アーマー形態にしていきましょう。まずは B パーツ、続いて A パーツ、キャタピラをジョイント。これでガンダムを格納した G アーマーの完成です。めちゃくちゃでかくてボリュームすごいわ。下から見るとこのようになってます。さすがマスターグレード、精密感がある。では皆さんお待ちかね、ガンダム高機動型にしたいと思います。これがガンダム高機動型、ガンダムスカイだ。いかがですか、この独創的なフォルム、斬新なシルエット、もうロマンの塊というかロマンしかない。この形態でジオングと戦ってほしい。ネーミングも最高ですよね。ガンダムスカイですよ。センスあるな。まさに足なんて飾りです。はい、というわけで今回は再販されたマスターグレード G ファイターを作ってみました。 G ブルとか G スカイとかいろんな形態ありますけど、多分皆さんガンダムスカイが見れれば満足なんじゃないでしょうか。他の形態はちょっと割愛させていただきます。実はガンダムは合体ロボだったということを改めて思い出させてくれる一品でした。皆さんも思うがままにガンダムを分離合体させてみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツールに関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。